おはようございます。たかしです。本日は7月16日火曜日、ただいま8時25分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれどもサブスク利用料金がちょっとと考えている学生さんやシングルペアレントさんの応援キャンペーンとして、ノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。ポンド円の日足、昨日もそうですし金曜日もそうなんですが、この木曜日の強い下落に対しそこから全然動けていないんですよね。ローソク足見ていただいても分かりますが、ほぼ実体部分がないんです。上髭下髭を出しておりますので、1日の中では上がったり下がったりはしているんですが、方向感なく動いているっていうのが現在ですね。基本的な流れとしては日足は上昇トレンド中、 GMMA の青帯は上向きですよね。ただその GMMA に今までの動きを見ていると、過去はこうやって接触をしてから上昇してきておりますが、今回まだ接触するにはもう一段下落してもおかしくないんですね。そう考えると202円台ぐらいまで下落する可能性は考えておきたいです。もちろん現在地で見ておりますと、ここで下げ止まって上昇する可能性はあるんですが、もう一段下落してから上昇する可能性のこの2パターンは考えておく必要があります。では4時間足です。4時間足は為替介入での下落で GMMA の青帯の下に潜ってきたんですね。一度金曜日上昇したんですが、結果的に GMMA の青帯で上値を抑えられて下落してきております。ただ下落してきたところ、このあたりですね、204円付近っていうのはかなり底堅い動きもしてますので、204円付近まで下落すると買われやすい、かといって GMMA の青帯では上値を抑えられるという、現在この辺でのレンジ、 GMMA の青帯と204円の間でのレンジになってきておりますので、この中でのトレードを考えておきたいです。昨日の動きはかなり分かりにくいですよね。全然動いていないのが分かります。ローソク足の実態がほぼないということと、上がったり下がったりと方向感なく動いておりますので、基本的にはこういうところではトレードしないですね。こういうところでトレードすると打っても勝っても負けやすくなりますので、もうちょっと分かりやすくなってから、例えば昨日の安値付近に来れば何度も反発してますので、ここからは上昇方向を見ておいてもいいですし、今現状 GMMA の青帯で上値を抑えられているので、上がったところ GMMA の青帯ぐらいまで上がってくれば、そこからまた上値を抑えられるということで、そういうところでトレードしておくと勝率は格段に上がります。では1時間足です。今お話しした内容をまとめるとこんな感じですよね。この安値204円付近っていうのがサポートになっている。そして金曜日の高値、この辺ですね、この黄色のゾーン206円台っていうところが今度レジスタンスになっているので、このあたりでの大きな枠でのレンジ、昨日みたいな動きをしているときは手を出さない方がいいです。ただ昨日のこの急落、まあ、時間帯的には難しいんですが、こういう急落があったときはチャンスと思っておくのがいいですね。現状 GMMA の青帯でずっと上値を抑えられてますので、本日ここストキャスティックスも高値圏ですし、今 GMMA の青帯に接触しておりますので、ここから下落してくれば再び昨日安値付近で反発する可能性がありますが、現状これ見ているとディセンディングトライアングルみたいな、そんな図にも見えてきますので、そうするとだんだんと上値を抑えられて下抜けしていく可能性があります。 GMMA の青帯を上抜けると黄色のゾーンぐらいまで、そして GMMA の青帯を上抜けられないと204円までの下落っていうところで、そのあたりでのトレードを見ておくと、トレードの方向性とかトレードの向きが分かりやすくなると思いますので、大枠ではレンジですね。なのでこの辺ですね、この水平線付近にアラートを仕掛けておいて、そこまで来れば反発をイメージしておく。それまでの間は分かりにくい動きをするんですが、その中で強いてトレードするのであれば、先ほど言ったようなやり方をやっておくといいと思います。トレーディングビューでアラート簡単に設定できますので、まだトレーディングビューをご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきます。無料で利用できますので、よければ一度ご登録ください。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も上昇トレンド中なんですね。ただ為替介入で強く下落してきておりますので、ここからこのトレンドラインを下抜けてくるのか、それとも現在地付近から反発
するのかという分かれ道にあります。ここ下向けてくると結構大きく下落する可能性があるので、最終的にはこの赤い水平線付近ですね、152円付近まで下落する可能性がありますので、その辺の流れについていけるといいのかなと思います。現在マックでも弱いんですね。ですので今昨日もかなり上値が重いので、下抜ける可能性は十分考慮しておく必要があります。ただ現在値っていうのはトレンドラインにぶつかってますので、当然ここから上昇するかもしれないし、下抜けるかもしれないというどちらにも動きやすいところにあるので、一方的に決めつけたトレードの仕方はしない方がいいと思います。では4時間足です。4時間足はこのオレンジの水平線、これ過去の高値、このあたりですね、過去の高値付近にオレンジの水平線を引いてまして、そして日足のトレンドラインもありますので、この辺付近で下げ止まりを作って上昇するのかどうかというところですね。基本的にはこの緑のトレンドラインを下抜けておりますので、下落方向は考えておきたいのですが、昨日の動きを見ていてもほとんど動けていないですよね。まずは GMMA の青帯までの戻しを待ちたいところです。売っていく場合もまずはこの GMMA 付近まで上昇してきてほしいので、もし戻り売りをするのであれば、イメージとしては一旦の上昇、そこで GMMA の青帯に接触してからの下落っていう、この流れをイメージしておくといいと思います。また昨日安値とか金曜日安値、この辺ですね、この辺底堅い動きをしているので、当然下落すれば反発上昇もしやすくなってますので、下落してくれば買いの検討ができますし、上昇してくれば売りの検討ができる。ただ現在地付近はすごく分かりにくい動きをしているので、まずは一旦下落するのか、それとも一旦上昇するのかを待っておくのがいいと思います。では1時間足です。こちらもポンド円と同じですね。ここにディセンディングトライアングルみたいな形を描いております。こんな感じですよね。こういう今トライアングルを描いているように見えますので、まずはここを意識しておくですね。上昇したところは GMMA の青帯で上値を抑えられてますし、下がったところはこの辺付近、157円前半とかミドルぐらいはサポートされやすいところにありますので、下がれば買いが検討できるし、上がれば売りが検討できるというところ。特に現在地はストキャスティクス高値圏、そして GMMA の青帯付近、そしてアセンディングトライアングルの上限付近ですので、ここからの下落のイメージができますし、当然ここを上抜けてくると GMMA の青帯を上抜けてくるので、そうすると赤い水平線このあたりまで 159.5 ぐらいまでの上昇が考えられますので、現在地付近から下落するのか、それとも GMMA を上抜けてこんな感じで GMMA にサポートされて上昇していくのかっていうところを見ておくと、本日のトレードがやりやすくなると思いますので、まずは動き出しを待つってところですね。下がってくれば買いが検討できるし、上がってくれば売りが検討できるので、しっかりそこまで待つことが大切です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。